今日は神様がこの地に罰を下されるという主題で預言者イザヤの預言にあるようにこの世界がなぜ神様に裁かれることになるのかその理由について調べる時間を持ってみたいと思いますイザヤ書24章1節の御言葉を一緒に見てみましょう「見よ 主は地を裸にして荒廃させ地の表を歪めて住民を散らされる民も妻子もしもべも主人も女のしもべも女主人も売るものも買うものも貸すものも借りるものも債権者も債務者もすべて同じ運命になる 地は全くどうなりますか裸にされ強奪に遭う主がこの言葉を語られた裸にされ強奪に遭うと言っているのは私たち人間ではありません神様が御自らこのようにおっしゃいました4節です「地は乾き衰え世界は枯れ衰える地上の最も高貴な民も弱り果てる」 地はそこに住む者の,のゆえに汚された彼らが何を犯したからですか立法を犯し掟を破り永遠の契約を捨てたからだ6節です。それゆえ呪いいが地を食い尽くし そこに住む者は罪を負わねばならならかったそれゆえ地に住む者は焼き尽くされわずかのものだけが残された新しい酒は乾きブドウのつるは枯れる心の朗らかだった人々も皆ため息をつく太鼓の音は絶え陽気な人々の騒ぎは終わり盾ごとの根も絶えたと言いました十一節では「楽しみは取り去られた」とあります。 また13節の御言葉を見ると世界のただ中諸民族の間でこのようなことが起こるとあります「イザヤ書24章」での革新的内容はこの地が神様から罰を受けるということですその理由についてきちんと理解する必要があります私たち全人類は天から逃れの町であるこの地球に追い出されてきた罪を犯した魂たちです 罪を犯した魂たちに神様は悔い改めるチャンスを与えてくださいました神様の掟きてと戒めと法にはどれも罪の許しという内容が含まれていますしかし掟きてと法を捨てたというのは掟きてと法を破ったという意味ですので結果は当然どうなりますか到底許されない非常に大きな罪を犯した罪人に 神様が罪を許してくださるチャンスとして新しい契約という法を下さいましたがこの地の人類はそれを拒んでしまいましたまた敵であるサタンはどうしましたか全世界の人々がその法を守れないように時と法を巧みな方法で変えてしまいましたそれゆえ神様は時代が変わるごとに預言者たちを送り続けられ 彼らを悔い改めさせ救うために多くの力を注がれましたが人々が聞き入れなかったため世の終わりの日に御自らどうされましたか天使を使わしても預言者を使わしても聞き入れようとしないので終わりの日に神様がこの地に来られ御自ら直接教え始められましたまた全人類に対しては 霊的ににいいいててるものは皆私のもと来てくださいと言われました霊つまり精霊と花嫁が呼びかけられる最後のチャンスの時間が今の精霊時代だといえます人類の救いのために神様は政府時代に動物を生贄として捧げる方法も用いられ新しい契約の時代には初臨3年再三37年の間 御自らこの地に来られて新しい契約を述べ伝えられましたそれでも世の人々が立ち返らなければチャンスはもう残されていません政府時代にも聖子時代にもチャンスは与えられていましたそして政令時代に最後の最後チャンスを下さいましたがそれすらも拒んでしまったのでこの地はどうなりますか 全く裸にされ荒廃させられ血の表が歪められすべて避けてしまいますこのようなことが起こるしかありません私たちの神様は愛に満ちておられる方です怒りの感情はどうですか忍耐強くあまり怒ったりなさらない神様ですこの地球の人々を悔い改めさせるために様々なことを計画なさり人の姿でこの地に来られました ソドムとゴモラの教訓やノアの時代の教訓などを通して罪の許しを受ける道を開いてくださいましたが人々は最後まで受け入れなかったために地が荒廃し地の表がゆがめられるような刑罰を受けるというこれだけ見ると。 神様ってとても無慈悲な方ではありませんかこのように誤解しがちですが神様はこの上なく忍耐強いお方ですしかしこの地の民は背き去り神様の戒めとおきてと方を軽んじてしまいましたそれを守るよりは信じない方がましだこのようにかたくな,なな発言もいとも簡単にやってのけます そのためこれ以上はもうチャンスが残されていません政府時代にも待ってくださいましたし政治時代にも待ってくださいました終わりの精霊時代になっても相変わらず無視するので神様がこれ以上見恵みを施されることはありませんなぜならすでに悔い改めた子どもたちは天国に早く返さなければならないためです ですから、神様の御心を理解できない人は、神様の律法を守らないからって、そこまでするのかというかもしれません。しかし私たちはすでに、天国で許されない罪を犯して、逃れの街地球に降りてきた天使たちではありませんか。神様は彼らにずっと、私はあなたたちを愛しているという、メッセージを送り続けてこられました。だから、罪が許されるためには、この道に聞き従っていかなければならないとおっしゃったのです。 そのため私たちにくださった神様の掟と立法がとても重要なのです。神様が命じられたご命令だから威厳によるプレッシャーで仕方なく行うべきだということではありません。安息日に教会に行こうかどうしようか「今日はちょっと面倒くさいな行きたくないな」。もしこんな風に悩むようであれば。 すでに天国から現在までつながってきたこの問題について必ず考えてみる必要がありますなぜ神様が立法の重要性をこれほど強調なさるのか「地は全く裸にされ地は裂け華々しく裂け地の表が歪められる」と言いましたヨハネの「手紙1.4章」では「神は愛です」と言いました 子である私たちのために何の罪もない神様が十字架で血まで流されて数多くの苦労や苦難を感受されたそんな神様ですなのになぜイザヤ書24章ではこのような恐ろしい予言をされたのでしょうか皆さん神様の掟きてというのはただ単に「土曜日は安息日だから行きましょう」ではないのです。 その奥深くに神様の御心が存在するために神様の掟きては守りませんという人々は神様が施してくださった御恵みを真っ向から拒む人々です。言い換えれば天国で罪を犯して地上世界に追い出されてきた神様に関心を寄せていただく価値すらない地球に住む罪人でしたが私たちを哀れみ肉体という衣をまとってこの地まで来られて 今も救いの頼りを絶えず伝えてくださっているのではありませんか神様はできることはすべてなさいました聖書にはただ立法と戒めと法つまり「掟」という表現でだけ記録されていますがその中には神様の無限なる愛と慈悲が詰まっているのですところが人類はこれを拒み続けます例えば 美味しい食べ物があって善意でよかったら召し上がってみてくださいすると食べたくありませんまた美味しいものをいただいたのでお隣にも分けてあげようと持って行ったのに結構ですこのように繰り返し断られたら皆さんどんな気持ちになりますかまた持って行きたいですか そうでですす神様も同じです長い年月の間預言者たちを使わされ制度を立てられ彼らに悔い改めるチャンスを与えるにはどんな方法がいいだろうあれかなこれかなと考えてついには御自ら十字架で犠牲になられる方法まで選択されたのではありませんかそこで流された尊い地によって 天国に帰っていけるように新しい契約という道を作っておかれました。なのにこれすらも受け入れようとしないからもうこれ以上の方法は残されていません。それゆえ呪いがちを食い尽くしそこに住む者はどうなりますか。罪を負わねばならなかった。彼らが神様の慈悲を受け入れないということはどんな行いを見れば分かりますか。 神様が下さった立法を犯し、掟きを破り、戒めと法を軽んじた。シオンの民以外の人は皆、そうしていますので、シオンに救いと永遠の命があると書かれている理由も、そこから来ているのではありませんか。私の民なら、早くシオンに入っておいで。シオンに入れない人々は皆、神様の善なる御心を受け入れませんという態度が、一つの印となっているのです。 そのため本来彼らが犯した原罪に対する刑罰と裁きを下されるのです最近私たちの周囲で起こっている出来事戦争や自然災害地震などこのようなさまざまな兆候が次々に現れている今神様の掟きてや立法戒めと法を私たちが早く言って教えてあげなければなりませんね。 熱心に言って伝えて教えてあげるべきですああだから私たちが罪の赦しを受けることができたんですね感謝の心で神様の見舞いに進みでなければならないのにこれすらも拒んで時間がないと言います天で罪を犯してこの地に降りてきた罪人たちが罪の赦しの知らせを拒むようにサタンが設定しておいたのです時と法を巧みに変えて それを人々に一般化させました神様が施してくださった「善なる罪の許し」の道に従っていくことがこの地で最高の生き方だといえます「立法」という表現や「永遠の契約」という表現がなぜ繰り返し登場するのでしょうかこれら全ては天で罪を犯して永遠の死を余儀なくされた我々人類に罪の許しを受けることのできるチャンスを特別にくださったのに。 それすらも従いません他のことで忙しいというのですから神様が施してくださった善意に対して敵対する行為に他なりません私たちが天井で犯した罪はこの世のどんなものによっても償うことはできませんそのため悔い改めた人々は 霊と花嫁が呼びかけておられたら素早く来て悔い改めますどうかお許しくださいという気持ちで新しい契約とおきてと戒めと法を重んじて守っているのではありませんかローマの信徒への手紙6章を開いてみましょう6章18節の御言葉を見ますと罪から解放され義に使えるようになりましたと言いました 罪から解放されるというのは罪を許してくださるという意味ではありませんか罪を許してくださった神様に対して17節で何と言っていますか「神に感謝します」と言いましたこのような御恵みと私たちの魂の根本的な世界のことについて正しく理解し 安息日がこの世のどんなものよりも重要であるということを悟るべき時が来たのではないでしょうか世のものと神様のものをはりにかける必要はありません秤りの上に乗せたということ自体が神様を侮辱する行為ですローマの信徒への手紙6章23節を見ると「罪が支払う報酬は死です」と言いました。 罪が支払う報酬とは罪の代価だと理解していただければいいでしょうどんな罪を犯したかに関係なくその結果はどうだと言いましたか死ぬことによって私たちの罪を償うことができるという意味です皆さん交通ルールに軽く違反したからといって死刑判決が下されたり殺されたりしますかこれは軽犯罪ですね例えば ある人が何気なく路上にタバコの吸い殻を捨てたとしてその人に死刑が言い渡されますか死刑とは程遠い人々です死刑にあたる罪を犯したというのは到底許されない罪を犯したという意味です 死刑制度が施行されている国がこの地球上でもまだ残っていますそのような国では到底その社会に存在してはならない非常に残忍で凶悪な罪を犯した人に死刑宣告をしますね私たちが天で犯した罪はまさにそのような不義極まりない罪ですそのため罪が支払う報酬は死です しかし神の賜物は神様が私たちに施してくださった御恵組は私たちの主キリストイエスによる何ですかゆえに罪の許しを得た人なら誰でも永遠の命という祝福が約束されていませんか神様の掟というのは単に口先だけで重要だ大事だそんな次元のものではありません聖書の難所を何節に書いてあるから 守らないとそういうものではないのです。これからは天のものと重ねて考えてみてください。神様は天で悪いことをした罪人たちを許してくださり恵みを施してくださいますが単に許すと御言葉ばだけでおっしゃるのではなく御自らが命を捨てて流した尊い地に預かれるように真理を立ててくださいましたね。にもかかわらず人々はそれを守らずに破ってしまい あざけり別死したのでこれ以上のチャンスはもうないのです神様の契約というのはすべて神様の犠牲によって成り立っているため少しでも軽く考えたりおろそかにしてはならないのですエレミア書31三31節を見ましょう「見よ私がイスラエルの家ユダの家と」 何を結ばれますか新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる32節を見ますとこの契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる32節の「彼らはこの契約を破った」というのは守らなかったという意味です 政府時代、政死時代、政霊時代に至るまで、神様が時代ごとに何度もチャンスを与え続けておられます。33節です。しかし、来るべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の立法を、神様の立法をどうされますか。彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、 彼らは私の民ととなると言われました罪の許しの道を受け入れた人々のどこに神様の立法が記されていますか彼らの心に記されると言いました「イザヤ書51章7節の御言葉です私に聞け正しさを知り何を心に置く民ですか」。 私の教えを心に置く民よ人にあざけられることを恐れるな私たちが今歩んでいる道はどこをどう見ても正しい道だから人々にあざけられても恐れるな私たちが永遠に生きるところは天国だからです罵られてもおののくな彼らはシミに食われる頃も虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない 私の恵みの技は常しえに続き私の救いは世々に流らえる神様から罪を許されて救いの道に進んでいった人々にこそこの御恵みが永遠にとどまり流らえていくのではありませんかですから人々にあざけられても恐れず決しておののいてはならない神様の掟と戒めと法を受け入れた人々をライオンの餌食にしましたね 人間食材といって火で焼き殺されたりもしました数多くの残酷な方法を用いてサタンは神様の罪の許しの道を阻もうとしましたしかし神様の御声を聞き分ける耳を持つ者はいつの時代も神様の見舞いに立ち返るようになりついに精霊時代には 約1600年という長い年月の間、隠されていた杉越祭新しい契約の真理を再び子供たちにくださるために、神様の教会という正式名称をつけて、教会を建てられました。ここの七節を見ると、神様が正しさを知り、私の教えを心に置く民よとおっしゃっています。この民こそ私の民であって、主よ、主よと、いくら叫んでも、 彼らはは私の民ででないといとう意味ですエレミア書31章に移ってみましょう。私たちが今歩んでいるこの道は、義の道であり、正しい道であり、永遠なる天国への道であり、神様が自らの命を捨ててまで、作っておかれた道なので、この道はいくらこの世の誰かが来て、誘惑したり、歪めたとしても、そこに私たちが耳を傾けたりしてはいけません。34節を見ます。 その時人々は隣人同士兄弟同士主を知れと言って教えることはない彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる私は彼らの何を許すと悪を許しどんな悪でしょうかもちろんこの地で犯した罪や悪もありますが天上で犯したぞっとするような罪とあくまでも許してくださいます 再び彼らの罪に心を止めることはないと言われました。そのためにどんな契約を立てられましたか新しい契約を立てられましたね。イザヤ書24章にも、地が荒廃し、地の表が歪められるのは永遠の契約、つまり新しい契約を捨てたからだ。つまり新しい契約を破り、軽んじたからだ。 繰り返し断り続ける隣人のようにです善意で食べ物を勧めたのに私はそんなものは食べませんこう言われただけでも不愉快なのに神様は許されがたい罪を犯した罪人のために御自らの体を犠牲にしてまで私たちに生きる道を作ってくださったのにそれに背を向けるのですからもうこれ以上は方法がありません 今や神様の公正な裁きが下されるしかないのではありませんかだから終わりの時代女の子孫の残りの者たちつまり神様の側に立っている者たちは必ず何を守っていますかその場面を見てみましょうヨハネの目白14章です12節を見てみましょうここに神の掟てを守り 何を守ると、神様の掟を守る者たちだと言われました。なぜ、このような御言葉が記録されているのでしょう。神様が施してくださった救いの御恵みを授かり、私たちの罪を許すために、御自ら犠牲になられた天の父と天の母のご苦労を身に染みて理解しているので、あちこちに神の掟という表現が、いつも就職後のようについて回りますね。 13節の御言葉を見るとまた私は天から子を告げる声を聞いた書き記せ今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いであると霊も言うしかり彼らはロ苦を解かれて安らぎを得るその行いが報われるからであると言いました神様の掟きはこれほどまでに重要ですので常に天のものを優先しなければなりません ヨハネの黙示録12章17節を見ます。竜は女に対して激しく怒り、サタンが女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち何を守る者たちですか。竜、つまりサタンが激しく怒りました。これは絶対に相い入れない敵同士の関係だという意味です。サタンの敵なら サタンとは正反対の立場におられる方だということがわかりますね竜は女に対して激しく怒りその子孫の残りの者たちすなわち何を守る人々ですか神の掟てを守りイエスの証しを守り通している者たちと戦おうとして出ていったそして竜は海辺の砂の上に立ったすでに創世紀三章で神様はサタンと女であるエバを 敵同士の関係にししておかれました神様はお前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕くと言われましたですから神様の掟きを守る人々だけが サタンの反対側に立っている人々だということがヨハネの黙示録12章17節で理解できますね。竜が女と戦おうとととしてて海辺の砂の砂上に立ったと記録されています竜と敵対する女は創世紀3章の予言によると全て命あるものの母となったからであると言われた天の母を指していますね。 ですから天の母の側に立っている民は必ず神様のおきてを守るというこのような特徴を持っています神様が人類に公開してくださった罪の許しのための全ての真理を受け入れて私の罪を許してくださり天国に行けるように導いてくださったので天の父と天の母に永遠に感謝と栄光と賛美の実をお捧げしますと従っていく群れですこの群れだけがこの地上で唯一 サタンの側に立っていないな人々ですつまり神様の側にのみ立つ人々なのです黙示録13章を見るとそれ以外のものはみなどうしましたか全地は驚いてこの獣に服従したとありますつまり神様の掟を受け入れない人々です神様の立法を守っていない人々です新しい契約を絶対に受け入れようとしない人々です 神様がこの地に来られ、新しい契約の立法を与えられたとき、ただ、与えるとだけおっしゃらずに、あなた方のために与えると、はっきりとおっしゃいましたね。ルカによる福音書22章の7節を見てみましょう。ルカによる福音書22章7節です。 杉越のの羊をほふるべき女皇祭の日が来たイエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた14節に移ってみましょう時刻つまり杉越祭を始める時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが人たちも一緒だったイエスは言われた苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた 19節に移ってみますそれからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてそれを先人たちに与えて言われたこれはあなた方のために与えられる私の体である誰のために与えられると言われましたかあなた方のために与えられる私の体である十字架の犠牲の結果として生じたのがまさに新しい契約です神様の立法であり戒めであり掟ではありませんか あなた方のたのめに与えられる私の体である私の記念としてどうしなさいとこのように行いなさい食事を終えてから杯も同じようにして言われたこの杯は誰のためにあなた方のために流される私の地によるどんな契約ですか新しい契約であるパンもあなた方のためブドウ酒もあなた方のために新しい契約の心理そのものが天で罪を犯してこの地に追い出されてきた 罪人たちのために立ててくださった契約の立法なのです。これが中世宗教暗黒時代になってすべて地上から消え去ったので三箇所四章を見ると神様は終わりの日にどうなさると言われましたか。宗教改革と言いながら真理の改革は何一つなされていなかったためご自分を待望している人たちのために二度目に来られました。来られないことには罪の許しを得る道つまり ルートがでできないからですだから二度目にこの地に来られ三か所四章の予言にあるように人類に直接教え始められましたねあらゆる困難と苦しみをもいとわずこの福音の道を導いていかれた神様です下さった立法は数千の純金よりもはるかに価値のある貴重なものではありませんか これがなければ、私たちが再び天国に帰る道は、永遠に存在しません。地は荒廃し、地の表が歪められ、そこに住む人々は、よよ限りなくせめさえなまれる、刑罰を受ける場所に行くしかありません。天の父と母がこの地に来られて、私のもとに来なさいと呼んでくださったため、今日、ここに全世界のシオンの家族たちが集まっているのではありませんか。 私たちにくださった新しい契約の杉越祭、命の法を最後まで心の奥深くに刻みましょう。杉越祭だけではありません。安息日も十分の一のおきても、他のどのおきても同じです。父と子と精霊の名によってバプテスマを受けるおきても、皆さんが礼拝の時にかぶるベールのおきてもそうです。神様は意味もなく、ただ掟を立てられたのではありません。まずは神様のことを考えてみてください。 私たちはどこから来てこれからどこに行くべき存在なのか正しく悟りましょう。私たちの今の生き方こそ霊的な世界から見て最も正常な生き方です。この世の人々は神様が施してくださった御恵みにずっと背を向けようとばかりするので神様は今とてももどかしく思っていらっしゃいます。ご自分の愛を命を捨てることで証明し表現なさったにもかかわらずそれすらも受け入れようとしないので。 マタイによる福音書7章でも、不法を働く者ども、私から離れされ、皆によって悪霊を追い出し、皆によって予言し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。そう申し上げると、イエス様は、あなたたちのことは全然知らない。もし本当に神様の民であれば、神様が立てておかれた犠牲の道、そして罪の許しの道に必ず来るようになっているからです。 あなた方は安息日を守ったことが一度でもあったか、杉越し祭を守ったことがあったか、神様は愛であられます。本性が愛であられるのに、溢れんばかりの愛を施しても、悔い改めようとしないので、天の法廷で裁きの座が開かれたら、このような人々はどうなってしまうのかということです。ですから私たちにくださったすべての戒め、おきて、 父なる神様の教えに従うこと、母なる神様の教えに聞き従うこと、こういったことがすべて、今、私たちが罪の許しの道を歩んでいる過程だということを、肝に銘じていただき、もう一度、自分自身を振り返ってみましょう。すべてを新たに整理しながら、見直す必要があります。神様の御言葉を心にしっかりと刻み込み、女の子孫の残りのものとして、 最後まで神様の掟を守り行いながら、世の人々に教えてあげましょう。だから、あなた方はいて、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と精霊の名によって、神霊、つまりバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。神様が命じられたことを教えるべきであって、自分なりの考えを教えてはいけません。神様が命じられたことをよく教えて、 世の人々がその道に共に進んでこれるように導く皆さんになってくださるよう願います。罪の許しという大きな耳恵みをお許しくださったエロヒム神様に永遠なる感謝と賛美と栄光を期します。お父様お母様感謝いたします。祝福たくさん受け取ってください。